CP-M は1970年代にデジタルリサーチの創業者ゲイリー・キルドールによって開発1976年に発売されたパソコン用のシングルユーザーシングルタスクのオペレーティングシステムである。最初は8ビットの CPU であるインテルの8080 80プロセッサー用に作られ8ビットのパソコン用 OS としては最も代表的な存在だった。 初期に普及したバージョンは CP-M1.4 で、その後改定された CP-M2.2 が広く普及した。さらに、より洗練された CP-M3.0 が登場したが、すでに16ビットマシンへの移行が始まっていた時期でもあり普及することはなかった。他のプロセッサに移植されたバージョンも存在するが、単に c p m M といえば8080 80プロセッサー用のものを指す。なおマイクロソフトによって OEM された IBM の PCDOS は CP-M をモデルに開発されたシアトルコンピュータプロダクツの 86DOS を前身としている。CP-M は8080 80マイクロプロセッサー0番地から配置された RAM 最低1台の8インチフロッピーディスク装置。 シリアル端末があれば動作した。オプションとして、プリンタ、紙テープ読み取り装置、紙テープ先行装置、ハードディスク装置をサポートした。一般的には3 2イト以上、可能なら5 6イトくらいの RAM があると、当時としては大規模なコンパイラなどが実行できた。CP-M は、シェルである CCP、OS の本体であるブドウズ、入出力を処理する。 会プログラムの集合体である BIOS で構成される。ハードウェア依存部分は BIOS に集中させてあるので、BIOS だけを変更することで、大抵のハードウェアに移植可能となっていた。BIOS の機能は、システムの初期化、CCP のリブート、コンソールなどのキャラクターデバイスのリダイレクト付け入出力、フロッピーディスク、ハードディスク等の1セクタ単位の入出力だけである。 なお、BIOS という用語は一般化して、普通名詞となり、PC、AT 互換機の普及以降は ROM に記録された、低レベル入出力プログラムを指すことが多くなったが、CP、M における BIOS は、ほとんどの場合はディスクからメモリにロードされるものである。CCP に内蔵されているコマンドを、ビルトインコマンドといい、次のようなものがある。これ以外は、トランジェントコマンドに委ねている。 フロッピーディスクに実行ファイルとして記録されているコマンドトランジェントコマンドという次のようなものがあるパソコンメーカーが自社製品用に供給する CPM e のパッケージには蒸気以外にもフロッピーのフォーマットやコピーハードウェアの設定など独自コマンドが追加されていることが多かったなおトランジェントコマンドがロードされるメモリ上の領域を tpa と呼ぶ。cp.m の特徴的な仕様の一つにリブートがある。リブートとはアプリケーションの終了、またはハット C の入力によりディスクから ccp とブドウ図をロードし直して ccp のコマンドラインに戻ることを言う。他の OS のように ipl から完全に再起動することを指すわけではない。リブートは以下の場合に発生する。 いずれの場合も、最終的に、BIOS の先頭にジャンプし、BIOS は、ドライブ A のディスクのシステム領域から CCP と、ブドウズをメモリにロードし、CCP の先頭にジャンプする。これにより、CCP のコマンドラインに戻ることになる。リブートは、CP-M の使用中に頻繁に発生するので、ドライブ A には、CCP とブドウズの入ったフロッピーを入れておく。 必要がある。CCP とブド u 図をロードするのはアプリケーションによって破壊されている可能性があるためである。アプリケーションの動作中には CCP は不要なので CPM のアプリケーションは CCP のメモリ領域を食いつぶしても良いことになっている。さらに、滅多に存在しないがブド u 図すら利用しないアプリケーションではブド u 図も食いつぶして良い。そのため、 アプリケーションの終了時には CCP とブドウ図をロードする必要がある。ただし、小規模なアプリケーションでは JMP0 でなく単にレッド命令で CCP に直接戻るものもある。この場合はリブートは発生しない。なお、MSDOS においてもコマンドコムの非常チューブの再ロードという似たような機能がある。このようにリブートとは CP。 M における極めて基本的かつ重要な動作であるが、一方で、多くのユーザーにとっては苦い思い出を呼び起こす言葉でもある。CPM では、フロッピーの入れ替えを検出すると、前のフロッピーのデータを、現在のフロッピーに書き込んでしまうことを避けるため、一時的に、フロッピーを、リードオンリー扱いとする。これはリブートにより解消される。すなわち、CP。 M でフロッピーを入れ替えるときは、アプリケーションが動作中であればまず終了し、フロッピーを入れ替えてから、ハット C を押さなければならない。これを怠って、リードオンリーになってしまっているフロッピーにデータを書き込もうとすると、ブドウ図エラーが発生し、リブートを余儀なくされ、データは失われる。この事態に見舞われる、よくある状況としては、 フロッピーの残り記録容量が足りないことに気づかずに作業をしている際が挙げられる。こうなると、もはや通常の操作ではその作業結果を残す方法がない。救済方法としては、一旦、ブドウズエラーを発生させ、セーブコマンドでソラディスクにメモリーイメージを記録し、サードパーティー製ディスク操作ソフトを使用して、 その記録内容の内トランジェントコマンド部分を削除した上ディレクトリ情報を書き換える方法がある。これは推奨された使用方法からは大きく外れた事態であり、救済に失敗することも稀ではない。これは CPM の重大な問題点で、この事態に陥った時に表示される、ブドウズアオン X ドル RO というメッセージは、 PC-9800 シリーズの MS DOS の INT トラップハルトや Windows 3.1の一般保護例外、Windows 95、NT の青画面、クラシック MacOS の爆弾マークと同様にユーザーを恐怖と絶望に陥れた。この問題は、後のパーソナル CP-M や CP-M+,CP-M-86 では改善されている。 雑誌インフォワールド1982年11月29日号に掲載された CEP-M の広告キルドールはインテルからマイクロコンピュータ開発システム用の高級言語を受注。PL-I 風に作られた8080 80用のシステム、記述向け言語である PL-M コンパイラを開発した。この PL-M の動作環境としてキルドールが インテルに提案したフロッピーディスクベースのドスがあった。これは採用されなかったため、後に自ら販売することにしたものが CPM である。インテルは後に8080 80、8085からの移行を支援するため、8086、8088、ように PLM-86 を開発した。 ゲイリー・キルドールが1974年に開発したオリジナルの CP-M はインテル・インテレクマイナス -8 開発システム用に開発されたものでシュガート・アソシエーツの8インチフロッピーディスクドライブを独自のフロッピーディスクコントローラーで接続していた。キルドールは自分で開発したマイクロプロセッサ用のプログラミング言語である PL-M で記述した。キルドルは メインフレームコンピュータの DIC システム -10 を開発に使用したことがあり、その OS である TOPS-10 の影響を大きく受けていた。名称 CP-M はもともとコントロールプログラム、モニターの略称で OS が起動する前の小さな内蔵モニターを意味していた。しかし商品化のため百七十七年十一月に商標登録した際には、 コントロールプログラムフォーマイクロコンピューターズの略であるとされた。CPM の名前は当時流行していたスタイルに従ったもので、例えばキルドールが開発したプログラミング言語は PLM であり、プライムコンピュータが開発したプログラミング言語は PLP で、いずれも IBM の PLI からインスパイアされた。また IBM には CP CMS というオペレーティングシステムがあり、キルドールは、ネーバルポストグラデュエートスクールで働いている時に、これを使っていた。CPM の名前の変遷は、キルドールと、キルドールの妻であり共同経営者でもあるドロシー、マキュアインが、キルドールの個人的なプロジェクトに過ぎなかった、CPM と、インテルと契約していた、PL。 M をビジネスに変えるための努力の一環だった。IBM とマイクロソフトが後にパソコンの代名詞となったようにデジタルリサーチがマイクロコンピュータの代名詞となることをキルドールは意識していた。インターギャラクティックデジタルリサーチは後にデジタルリサーチへと社名変更の登記手続きを行った。互換性1981年9月までに デジタルリサーチは25万本の CPM を販売していた。インフォワールドによるとこれにはサブライセンスが含まれておらず実際のマーケットシェアはさらに大きいとされた。様々な企業が様々な CPM マシンを販売した。インフォワールドは CPM がマイクロコンピュータ用のオペレーティングシステムとして その地位を確実に確立しつつあると述べた。非常に多くのアプリケーションがあったため多くのコンピュータメーカーが CPM をサポートした。ゼロックスは文字通り数千本のアプリケーションがあるのにこれをサポートしないのは賢い選択とは言えないとしてゼロックス820に対応した。デジタルリサーチのマニュアルは1982年に インフォワールドから批判されるほどひどく、ゼロックスはハワード・サムが執筆した CP-M マニュアルを同社の製品に同梱した。1984年までにコロンビア大学はファイル転送プロトコルのカーミットを一つのソースコードから複数の CP-M 機用のバイナリを出力できるようにしており、またどの CP-M 機でも動作する。 汎用版も開発した。このオペレーティングシステムは、複数のプログラムが異なるハードウェアと、標準的な方法で通信でき、自らをソフトウェアバスと呼んだ。一部の例外を除き、CPM に記述されたプログラムは、他のマシンでも動作する、互換性があり、エスケープシーケンスだけを使って、コンソールやプリンターを制御することが互換性を、 維持するために求められた。この互換性の高さが CP-M の普及を促し、特定のハードウェアだけで動作するソフトウェアよりも CP-M 上で動作するソフトウェアがより多く開発されるようになった。Z80 の拡張命令を用いた一部のプログラムは8080 80や8085で動作しなかった。またグラフィック処理にも互換性の問題があり、 特にゲームや映像ソフトはパフォーマンスを稼ぐために OS や BIOS を経由せず直接ハードウェアにアクセスすることが普通だった。Apple の CP-M カードとマニュアルビルゲイツによると Apple II シリーズと Z-80 ソフトカードの組み合わせは CP-M の動作環境として当時最も普及していた。アルタイル8800 インサイ8080 80、オズボーン1、K プロラグブル、MSX など非常に多くの機種で動作した。最も多く売れた CP-M 対応システムはアムストラッド PCW だと考えられている。イギリスではリサーチマシーンズ社の教育用コンピュータで CP-M が動作し CP-M のソースコードが教育用として添付されたほか、 Z80 コプロセッサを搭載した BBC マイクロでも動作した。さらに、アムストラッド CPC シリーズ、コモドール128、TRS-80、ZX スペクトラムの後期モデルでも動作した。AC ニール専用に開発された1メガバイトの SSD メモリを搭載した、携帯用マシンであるネオットでも CP-M3 が動作した。 アプリケーション8ビット版 CP-M 用に発売されたワードプロセッサーワードスターの最終バージョンの5.25インチフロッピーのインストールディスクとパッケージ CP-M は8ビットマイコン市場で広く普及したため CP-M 環境で動作するプログラムが大量に発売されておりソフトウェア開発用ソフトのみならず1バイトも事件における ビジネスソフトウェアも数多くあった。ワードプロセッサとして初めて広く普及したワードスターとフルスクリーンエディタのワードマスター、マイクロコンピュータ用として初期に人気を博したデータベースのディベスはいずれも元々は CPM 用に開発された。ワードスター、ワードマスターのカーソル移動キーバインドはダイヤモンドカーソルと呼ばれ、その使いやすさから CP、 M や MS-DOS の多くのスクリーンエディタに受け継がれた。初期のアウトラインプロセッサである CAMS と、その連歌版であるアウトシンクもまた CP-M 用に開発され、後に MS-DOS へ移植された。Delphi の祖先であるターボパスカルや Microsoft Excel の祖先であるマルチプレーンも CP-M でリリースされた後に MS-DOS へ移植された。 世界初の表計算ソフトであるビジカルクは CP-M 用に作られた。ソーサムは CP-M 用の表計算ソフトスーパーカルクを開発し、CP-M 上ではデファクトスタンダードになった。スーパーカルクは MS d o s の表計算ソフト業界にも参入した。オートデスクはオートキャドを CP-M でリリースした。ベーシックやフォートランなど当時主流の プログラミング言語を利用できた。マイクロソフトは、当時 OEM 各社より発売していたマイコン用の、スタンドアロンベーシックとは別に、CP-M 汎用のベーシック処理系として、M、ベーシックインタープリタおよびコンパイラーをリリースしていた。他に、マクロ機能フリロケータブルアセンブラマクロ -80、やフォートラン -80、コボル -80 なども、 製品ラインに存在し、これらの言語製品は、当時のマイクロソフトの主力商品だった。デジタルリサーチ自身は、PLI-80、クベーシック、m s c と Mac、Pascal、MT プラスなどを出荷した。CP、M 上で、C 言語の処理系として、リア・ザールマンの BDS、C、ホワイト・スミス、アズテック、ハイテックの C コンパイラ。 日本の LSI ジャパンの LSIC-80 などが有名だった。日本では、ライフボートとその OEM 供給を受けたシャープが、CP e、M 向けに安価な各種言語のパッケージを販売していた。ラインアップとしては、フォートラン、コボル、ディスプ、ロゴ、プロローグ、BDS、C、パスカル、フォースなどが存在した。また、統合開発環境という概念を打ち立てた。 ボーランドのターボパスカルは、ワードマスターライクなスクリーンエディタ極めて高速なコンパイラと、リンカのすべてをわずか30キロバイト程度の実行形式に組み込んで提供されていた。さらに、販売価格も、レンカに抑えられていたため、驚きの目で迎えられ一時代を築いた。これは、以後のマイコン向け開発用ソフトウェアに影響を与え、同時に、ボーランド社の地位を確立した。 CP-M 用のソフトは様々な機種に対応するためにインストーラーが付属することが多かった。ベーシックで開発されたプログラムは簡単にソースコードを見ることができ、コピープローテクトはほとんど無意味だった。K-Pro2 の開発者はゼロックス8 2 0フォーマットを採用し、ケ p プロフォーマットと名付けてソフトを提供し、この上でプログラムを実行させた。 グラフィック機能は標準化されておらずコンピュータゲームのサポートは限定的であったもののテレンガード、ゲリラズ、ハムラビ、ルナーランダー、初期のテキストアドベンチャーであるゾークシリーズやコロッサル、ケーブアドベンチャーなどのテキストベースのゲームが移植された。テキストアドベンチャーに強いインフォコムは CEP-M で定期的にゲームをリリースしていた数少ない開発会社だった。 ユーザーコミュニティでのフリーソフトウェアの流通もあり、当時は PDS と呼ばれていた。当時は通信環境がまだ普及しておらず、フロッピーで配布するのが主流だった。CP、MUG など組織的にソフトの収集と配布を行っていたユーザーグループも存在した。ライフボートアソシエーツはユーザーが開発したフリーソフトウェアを集めて配布した。 X モデムはそうしたフリーウェアの初期の作品の一つで、電話からモデムを使って安定的にファイルを転送できた。ディスクフォーマット CP-M の公式な標準フォーマットは、IBM システム34や IBM3740 で使われた、片面単密度フォーマットの8インチディスクだった。非公式な5.25インチディスクもあり、フォーマットには K、K Pro、 モローデザインズ、オズボーンなどの種類があった。インフォワールドは1981年9月にソフトウェアメーカーがサポートすべき主なフォーマットは20種類以上あると考えていると推測した。例えば、JRT パスカルは、ノーススター、オズボーン、アップル、ヒースなどのフォーマットで5.25インチディスクのハードセクタ版や、 ソフトセクタ版をリリースし、スーパーブレンに8インチ版をリリースした。エリスコンピューティングも、ヒースの両フォーマットや、2つの TRS-80 用 CP-M の改変版を含む16種類の5.25インチフォーマットでリリースした。一部のフォーマットは普及したが、他のフォーマットは普及しなかった。最も多くのソフトが採用したのは、 ゼロックス820フォーマットで K プロ2などの他のコンピュータも対応していた。CP-M が利用されていた時代は5.25インチディスクのフォーマットが一社に統一されるということはなく、基本的にハードメーカーが異なればフォーマットに互換性がなかった。ソフト自体はどのマシンで動作してもソフトメーカーはハードごとにメディアを分けて、 ソフトを販売しなければならなかった。K プロなど一部のメーカーのディスクドライブは自社の製品でも機種が変わると互換性がないことすらあった。こうした状況によりフォーマット変換プログラムが流行し混乱を軽減させる一助になったほかカーミットなどの通信プロトコルによりどの CPM 機にもあるシリアルポートを使ってプログラムやデータを転送することもできた。 様々なフォーマットがハードの特徴や設計者の位置存により選ばれた。CPM はディスクの予約領域やディレクトリ領域のサイズを指定でき、CPM のアプリケーションから見える論理セクターとディスク上の実際の配置である物理セクターのマッピングなどを指定可能だった。各システムはこれらのパラメーターを用いて様々なカスタマイズを加えることができたが、 一度設定を決めた、あとは、どのような設定のディスクであるのかを調べる、標準的な方法がなかった。CP-M の時代は8インチ、5.25インチともに、様々なフロッピーディスクのフォーマットが存在しており、異なる CP-M マシンの互換性は採用した、ディスクドライブのタイプやコントローラーに依存した。ディスクは、ハードセクタ方式とソフトセクタ方式があり、 単密度や倍密度、片面や両面、35トラック、40トラック、77トラック、80トラック、セクタのレイアウト、サイズ、インターリーブなどの様々な違いがあった。異なるマシン用のディスクを読むために変換プログラムを使用できたが、これもまたディスクのタイプやコントローラーに依存した。百八十二年頃にはソフトセクタ、片面、 40トラックの5.25インチディスクが CEP-M ソフトの配布用として最も普及したフォーマットとなり、Apple II TR、TRS-80、o s b o n e I、K Pro i IBM PC など当時主流だったマシンのほとんどが採用した。変換プログラムはタイプが近いディスクドライブ用のフォーマットを読むことを可能にした。 例えば K Pro 2は TRS-80、o ズ b o n e IBM PC、Epson QX-10 などのディスクを読めた。80トラックのような他のフォーマットやハードセクタ方式のディスクは全く読めなかった。Epson QX-10 などが採用した両面ディスクは半分だけデータを読むことができた。Apple 2は アップルの GCR フォーマットだけしか読めず他社のフォーマットを読めなかったため、アップルフォーマット版の CP-M ソフトを入手するか、またはシリアルポートで転送するしかなかった。CP-M 市場によるディスクフォーマットの断片化は、複数のフォーマットに対応したディスクの在庫を抱えたり、複数のフォーマットに対応した。 ディスクコピー装置を購入したりすることをソフトメーカーに強いた一方で IBM PC はディスクが規格化されて統一されており1981年以降に CP-M が急速に市場を失う要因となった1985年に発売されたコモドール128は末期に発売された CP-M 機で6502ベースの CPU を 採用しながら CP-M をサポートするために Z80 も搭載していた。CP-M を使うにはソフトセクター40トラック MFM 方式のディスクが読み書きできるディスクドライブの1571か1581が必須だった。初めて3.5インチフロッピーを採用したソニー SMC-70 では CP-M2.2 が動作した。 コモドール128、ラップトップのボンド L-2, マイクロミント、シアルシア SB-180、MSX、MS TRS-80 モデル4なども3.5インチディスク版の CP-M が動作した。アムストラット PCW は当初3インチフロッピーで CP-M が動作し、後に3.5インチフロッピーへ切り替えた。 グラフィック S-100 バスに対応したグラフィックシステムは存在していたが、CP-M は1982年に GSX をリリースするまでグラフィック機能を全くサポートしていなかった。当時は使用できるメモリが非常に限られており、8ビットの CP-M でグラフィック機能が一般的になることはなかった。ほとんどの機種では、 テキストモードで、ASCII ーアートにより、図表を表示するか、機種依存文字を使うことしかできなかった。k ープロシリーズや TRS-80 モデル4などの一部の機種は、絵文字をサポートしており、アセンブラで直接ハードウェアを叩くか、ベーシックから CH レアルコマンドを使ってアクセスすることができた。 モデル4はオプションのハイレゾリューションボードで640-240ドットのグラフィックを表示できた。1979年にマルチユーザーに対応した CP-M がリリースされた。MP-M は複数のユーザーが1台のコンピューターに接続でき、ユーザーはディスプレイとキーボードを備えた端末が個別に与えられた。 後のバージョンは16ビット CPU で動作した。CP-M プラスシステムガイド1983年にリリースされた8ビット版 CP-M の最終版はバージョン3で CP-M プラスと呼ばれた。CP-M2.2 のアプリケーションと互換性がある MP-M が持つバンク切り替えによるメモリ管理機能を MP M のシングルユーザー、シングルタスク版という形で導入した。これにより CP-M3 では8080 80や Z80 でも 64KB 以上のメモリを扱うことができた。ファイルにタイムスタンプを付けるようシステムを設定できた。またアセンブラとリンカが付属した。CP-M3 はアムストラッド PCW、アムストラッド CPC。 ZX Spectrum Plus 3コモドール128 MSX ラジオシャックの TRS-80 モデル4など8ビットマイコンの最後の世代で利用できた DEC Pro CP M-80 のフロッピーディスク Z80 A コプロセッサを搭載した DEC Pro FESSIONAL 3XX シリーズ用 16ビット CPU 用の CP-M も存在した。最初の16ビット版である CP-M-86 はインテル8086版で続けてモトローラ68000版の CP-M-68K がリリースされた。1982年にリリースされたオリジナル版の CP-M-68K はパスカル。 MT プラス68キロで開発され、後に C 言語に移植された。混乱を避けるため、オリジナルの8ビット版 CP-M は CP-M-80 と呼ばれるようになった。1982から1983年頃に、オリベッティアム2用として Z8000 で動作する CP-M-8000 が C 言語で開発された。c p M-86 は IBM PC の標準 OS となることが期待されていたがデジタルリサーチと IBM は開発や契約の話をまとめることができなかった。IBM はマイクロソフトに白羽の矢を立て、マイクロソフトは 86DOS をもとに PCDOS を開発して提供した。デジタルリサーチは IBM に対して提訴すると脅し、CP e。 M-86 も IBM PC で利用できるようになったが、マイクロソフトを超えることはできなかった。IBM の設定価格は、PC DOS が40ドルだったのに対して、CP-M-86 は240ドルで、その大きな差に、顧客は驚かされた。DEC が、 IBM の対抗馬として発売したレインボー100は Z80 を使った CP-M-80 と8088を使った CP-M-86 よび MSDOS が付属し CP-M-86 と CP-M-80 を同時に使用できた。Z80 と8088は並列で動作した。 レインボーでは8ビット版 CP-M の大量のソフトウェア資産を続けて利用しながら16ビットの MS DOS へ移行することが可能だった。モトローラエグゾーマックスですでに動作していた CP-M-68K はあたり ST に搭載されて出荷されるはずだったが、あたりはジェムドーズという新しい DOS を使うことに決めた。CP-M M-68K は、ソードの M68 と M68MX でも使われた。16ビット版 CP-M のアプリケーションは新 CPU 向けに再コンパイルが必要で、もしアプリケーションがアセンブラで記述されている場合は、ゲイリー・キルドールが1981年に開発したトランスレーターの XLT86 を使い、 8080 80用の ASM ファイルを8086用の A86 ファイルに変換した。8080 80のレジスタがどのように使われているのかを分析し、関数呼び出しを正しく理解して CPM-80 や MP、M-80 用に書かれたアプリケーションを自動的に CPM-86 や MP、 M-86 用アプリケーションへ行動を最適化しつつ変換することができた。z l a t 86はそれ自身が PLI-80 で記述されており、CP-M-80 だけでなく DEC-VMS でも動作した。アーキテクチャの種類ごとに各々トランジェントコマンドの拡張子が異なっており、 同一のファイルシステム内で複数のアーキテクチャ用の CP-M を混在させることができた。実際の製品としては PC-9800 シリーズ用の Spark シリーズがあり、実行を指示されたコマンドを拡張子によって区別し、8086で動作するコマンドと Z80 で動作するコマンドを混用することができた。 当時多くの人が16ビット機でも CP-M が標準になるだろうと考えていた。1980年に IBM はビルゲイツの提案に従ってデジタルリサーチに連絡を取り、開発中の IBMPC に提供する新しい CP-M のライセンス契約について話し合おうとした。秘密保持契約を結ぶことができずに話し合いは決裂し、 IBM は代わりに Microsoft へ OS の提供を打診した。その結果生まれた MS-DOS は、まもなく、CEP-M より売れるようになった。初期バージョンの MS-DOS は、基本となるコンセプトや仕組みが、CEP-M と似ていた。ファイルのデータ構造が同じで、ディスクドライブにドライブレターをあり当てる形も同じだった。ファイルシステムの FAT は、c e p M と比べて MSDOS が最も違うところだった。全体的に大きな違いがないことから、ワードスターやリベスなどの CPM の人気ソフトウェアを簡単に移植できた。一方で CPM にあったユーザーごとにディスクの領域を分割する機能は MSDOS に採用されることはなかった。 IBM PC は一部を除いて 64KB 以上のメモリを利用できた一方で CPM は 16KB のメモリで動作するよう設計されていたため MS DOS は多くのメモリを使ってコマンドコムの内蔵コマンドを増やすことができフロッピーディスクからコマンドを読む必要が減ることで処理が早くなり OS のフロッピーをアプリケーションや データファイルのフロッピーに変えても操作できることが増えて使いやすくなった。8ビット版 CP-M のソフトが利用できるソフトカードのような拡張ボードが IBM PC 用にすぐにリリースされたがマイコン市場が IBM 互換機市場に移るにつれて CP-M のシェアは急速に小さくなり以前のような CP-M ブームが 再び訪れることはなかった。マイコン業界主催大手のバイト氏は、IBM PC がリリースされると1年も経たない、うちに、CEP-M 関連商品の記事を事実上扱わなくなった。1983には S-100 ボードの広告がわずかにあり、CEP-M ソフトの記事も数件あったが、1987年には全く見られなくなった。 1984年にインフォワールドが掲載した記事では企業に普及した CPM を一般家庭に広めようとする努力は失敗に終わり CPM ソフトは個人で買うには高すぎたとし1986年にはこれまで他社が次々に CPM から撤退する中で CPM 用の周辺機器やソフトのリリースを長く続けていた K-Pro がついに 8bit 版 CP-M 用のソフト開発を中止して MS DOS 互換機の開発販売に集中するという記事が掲載された。後期バージョンの CP-M-86 はパフォーマンスや使い勝手で大幅な進化を遂げた。マルチユーザー版の MP-M からマルチプロセスなどの機能をマージしてコンカレント CP-M となり Linux の仮想コンソールのように画面を切り替えて、複数のアプリケーションを使用することができるようになった。MS DOS との互換性が実現して、DOS プラスと解明され、さらに DR DOS と解明された。一方、MP、M も DR DOS から逆マージされ、マルチユーザー DOS に解明した。1982年2月2日に公開された ZCPR は、 デジタルリサーチ標準のコンソールコマンドプロセッサをそのまま置き換えるプログラムで CCP グループと呼ばれる趣味のユーザーグループが開発した。フランク・ワンチョ、キース・ピーターセン、ロン・フローラー、チャーリー・ストローム、ボブ・マティアス、リチャード・コンラが開発に参加した。実際にはリチャードがこのグループを推進していた。ZCPR1 はニュージャージーにある アマチュアコンピュータークラブのパソコン通信掲示板 SIG-M のメンバー間でディスクを直接手渡しする形で配布された。ZCPR には1983年2月14日に公開された。SIG-M でディスク10枚組のパッケージでリリースされた。ZCPR には2.3にバージョンアップし、8080 80版もリリースされ。 8080 80や8085で ZCP-R2 が使えるようになった。ZCP-R3 は1984年7月14日のパリ祭りの日に SIG-M からディスク9枚組のパッケージでリリースされた。ZCP-R3 のソースコードは一部機能を制限することで8080 80用としてビルドすることができ、Z80 ではない機種でも実行できた。 1987年1月にリチャードコンが ZCPR の開発から撤退し ZCPR を個人的に3.1へバージョンアップしていた実績のある J 世辞にエシュロンは開発の継続を頼んだ結果的に ZCPR3.3 がリリースされた ZCPR3.3 は8080 80 KCPU をサポートせず大きな機能拡張もなかった。ZCPR バージョン3には以下の機能があった。ZCPR3.3 はまた使い勝手を大幅に改善する数多くのユーティリティがフルセットでついてきた。当時 CP-M ユーザーから熱烈な歓迎を受けたが、ZCPR だけでは c p M の衰退を止めることはできなかった。旧東ドイツのロボトロン PC1715 で動作する派生版 CPM の一つ SCPSCPSCPMCPACPKCCPLCP クソブ CPZ マイクロードズ武宮880ゾワズ OSM トス M ジュドードズ、M、OS、COSPSA、DOS、PSA、SOC、XOS、CZCPM など、旧東ヨーロッパには、非常に多くの派生版 CP、M-80 が存在した。また、SCP-1700、CP、K、K8918OS などの CP、M-86 の派生版も存在した。 旧東ドイツのロボトロンなどが開発していた。初期の MS DOS、PC DOS は CEP-M をモデルとして設計されたため、様々な面で類似点が見られる。一方で、以下のような相違点もある。また、マイクロソフトが CEP-M 向けに出していたソフトでは、コマンドラインのスイッチはスラッシュで始まっており、PC DOS、MS DOS1X では、これが、 OS 標準の書式として受け継がれた。そのため、PC DOS、MS DOS2、X で、階層ディレクトリを導入する際に、unix のようにパス名の区切りにスラッシュを使うことができず、バックスラッシュを使うことになった。しかし、ASCII のバックスラッシュは、ISO646 各国版で置き換えが認められており、例えば日本の j ス x 0 2 0一では、 延期号になっているため、日本の PC では、パス名の区切りが、延期号で表示されることになった。なお、これは、コマンドラインに限った話であり、MS DOS のシステムコールや、Windows API に、パス名を渡す場合には、コマンドラインスイッチと混同する恐れがないため、区切りとして、スラッシュも、バックスラッシュも受け付ける。 2016年にザイドマンコンサルティングのボブザイドマンはデジタルリサーチが開発した CPM とティム・パターソンが開発し長年前者のコードを元にしたと疑われた DOS のソースコードを比較し初版の DOS のソースコードが CPM のソースコード元にしたかを調べた DOS と CPM のコマンドを比べると一致するものはごくわずかである DOS と OS8 のコマンドの間には DOS と CPM の間よりも共通コマンドが多くある。当該コマンドはすべて動作を直接表す英単語となることが原因である。しかし、両 OS のシステムコールを分析すると DOS にあるシステムコールは明らかに CPM のシステムコールを真似るものであることがわかる。 同じ機能を表す、同じ数字がいくつもあることから、ティム・パターソンが DOS を開発した時に、CEP-M の説明書を参考にしたことは明らかである。ザイドマンの結論は、DOS は CEP-M のコードを一切元にしていないとのことであるものの、システムコールの多くの部分が真似られた。デジタルリサーチは1991年に、ノベルに買収され、 さらにカルデラに売却された。現在、CPM 資産は、同社の子会社であるリネオが所持しており、その大半は、同社の許諾を受けた、非公式な CPM サイトからダウンロードすることが可能である。現在、日本国内での CPM の商標は、技術少年出版が保有する。ありがとうございます。